関東地方人口ランキングベスト50。皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。今回の動画は関東地方にある316自治体の人口を調べランキングにしてみました。データは2023年7月に総務省が公開している住民基本台帳人口動態統計を使用しています。住民基本台帳人口はその年の1月1日時点での住民基本台帳に登録されている場所でのカウントとなります。果たしてどのようなランキングとなるのか、それではスタート。第50位、東京都渋谷区、229,412人。第49位、東京都文京区、229,653人。第48位、埼玉県上尾市、232,290人。第47位、埼玉県春日部市、231,726人。第46位、東京都調布市、238,505人。第45位、神奈川県大和市、244,421人。第44位、神奈川県茅ヶ崎市、246,394人。第43位、埼玉県草加市、259,666人。第42位、茨城県つくば市、252,202人。第41位、神奈川県平塚市、256,005人。第40位、東京都府中市、259,924人。第39位、東京都港区、261,615人。第38位、茨城県水戸市、270,010人。第37位、千葉県市原市、278,015人。第36位、東京都目黒区、278,635人。第35位、東京都墨田区、279,985人。第34位、東京都豊島区、288,704人。第33位、群馬県前橋市、331,771人。第32位、東京都中野区、333,593人。第31位、埼玉県越谷市、343,866人。第30位、埼玉県所沢市、344,070人。第29位、東京都新宿区、346,279人。第28位、埼玉県川越市、353,183人。第27位、東京都北区、353,732人。第26位、群馬県高崎市、369,314人。第25位、神奈川県横須賀市、388,197人。第24位、東京都品川区、404,196人。第23位、東京都町田市、438,311人。第22位、千葉県柏市、433,733人。第21位、神奈川県藤沢市、445,177人。第20位、東京都葛飾区、464,175人。第19位、千葉県市川市、491,577人。第18位、千葉県松戸市、497,120人。
第17位、栃木県宇都宮市、517,497人。第16位、東京都江東区、532,882人。第15位、東京都八王子市、562,145人。第14位、東京都板橋区、568,241人。第13位、東京都杉並区、577,786人。第12位、埼玉県川口市、604,715人。第11位、千葉県船橋市、647,037人。第10位、東京都江戸川区、688,153人。第9位、東京都足立区、691,114人。第8位、神奈川県相模原市、719,118人。第7位、東京都大田区、728,425人。第6位、東京都練馬区、738,914人。第5位、東京都世田谷区、915,439人。第4位、千葉県千葉市、977,016人。第3位、埼玉県さいたま市、1,339,333人。第2位、神奈川県川崎市、1,524,026人。第1位、神奈川県横浜市、375,3645人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。